前に少し資料の確認をしたいんですけれども、今機上に配布させていただいているこちらのフォルダに入っている資料ですね、カラフルなパンフレットがあって、その後ろに今日話をする講師の資料全部入っています。でこれ今日は座学で皆さん PC をお持ちではないので、基本的にこちらの資料をご覧いただきながら、私も基本的に同じものを使います。途中でちょっとウェブとかにつなぎながらもできればなとは思ってるんですけど、基本的にはこの資料に沿ってやっていきたいと思います。であとは JST のニュースが入れてありますし、あと一番最後裏面の方なんですけれども、アンケート、とても非常に簡単な丸々を書いていただくだけでもいいようなアンケートになっておりますので、ぜひこのアンケートを途中で退席される方もぜひ受付のところに箱を置いてありますのでご提出をお願いいたします。皆さんからのフィードバックをいただいて講習会をより良くしていきたいと思っておりますので、ぜひご協力をお願いいたします。さてそれでは始めていきたいと思います。私の資料ですね、結構ページ数多くって、実はいつもそのハンズオンで、今三田先生からお話もありました、ハンズオンでやってることが多くてですね、そのハンズオンの部分も一応載せてあります。で後で皆さんになぞって、あこんなことだったなと思い出してやっていただけるようにその資料そのまま残してありますが、そこは飛ばしますのでちょっとページ数多いですが、そういう資料だということでご確認ください。それから、毎回なんですけれども、講習会の時後ろから録画をさせていただいております。後から皆さんが見ていただいてもいいですし、それから皆さんの知り合いの方にこんな講習あったよって言ってご紹介いただくとか、そういったことにも使えますので、ぜひ後ろから撮ってますので皆さんの顔は映らないようにしますし、あと質疑の時は撮りません。なので恥ずかしがらずにいろいろ講師の先生方に聞いていただければなと思いますので、ぜひぜひ積極的に参加をしていただければと思います。はい、では続けて進めていきましょう。でそういったことで講習会の申し込みしていただいたサイトにも今日お配りしている資料 PDF とか置いてありますので、これも周りの方にご紹介いただくなり、紙捨てちゃって後からここ見ればいいやという感じで見ていただいてもいいので、ぜひご活用いただければと思います。それでは私のところは結構生命科学データベースの概要みたいなお話とか、あとは NBDC でご紹介している、一般的な検索サービスとかそういったもの、それから下の方にあるように、人に関するちょっとしたサービスいくつかあるので、人のデータに関するサービスですね、そういったものについてちょっとご紹介をしていきたいと思います。生命科学の研究の手法というのは最近大きく変わってきています。というのは、生命科学自体がいろんな情報が、機械の発展もありますし、それから実際にそれはラーニングコストの減少なんかもあって、非常に情報がどんどん取れるようになってきているということで、生命科学での情報爆発ということが言われていて、もともと生命科学って皆さんご存知のように仮説を立ててそれを検証していくというタイプの研究がほとんどだったんですけども、まずはデータありきで、データの中から何か、仮説を構築したり、あるいはそこから発見をしたり、そういったことでデータ駆動型の科学の転換ということが最近は言われております。つまりそういった時代になってくると、データとかデータベースを自由に使いこなす、そういったスキルも必要になってきますし、それから、情報学の知識とか統計学の知識、もちろん医学系の方は統計学皆さん必要だと思うんですけども、統計学の知識、数学、さらには計算科学などと融合させながら研究を進めていかなければならないということで、データを統合することによって知識発見につなげようと、そういった形の今研究がやり方が進められているわけです。でこれも皆さんご存知のデータベースもいろいろあるかと思いますけど、生命科学で主に使われるデータの中には、塩基配列とかそういった一次構造の配列ですとか、あとは高次構造の情報ですとか、そういったものを集めたさまざまなデータベースがあります。でさらには、論文などに書かれたパスウェイの情報を集めたようなデータベースですとか、病気に関してのデータベース、それから、文献ですね、文献皆さんよく聞かれると思いますけど、 NCBI のメドライン、パブメドといったものも活用されているかと思います。あとは、遺伝子発現のため のデータを集めた、こういったものですね、こういったものが、代表的な生命科学関係のデータベースとしてあると思います。でその中でも日本も結構頑張ってまして、ご存知のように DDBJ というのがあるんです。 DNA データバンクオブジャパンといいますが、これは DNA の塩基配列を収集するそういったセンターですが、国立遺伝学研究所というところにそういうセンターがありまして、ここは、アメリカとそれから欧州と3極を組んで世界中のデータをシェアリングするということをやっております。
で同様にタンパク質の立体構造の収集に関しても日本が大きなハブになってまして、 PDBJ という、まあ、PDB というところの大きな連携の中で大阪大学のタンパク質研究所が PDBJ を運営しているということがあります。でそれからもう一つ、これも皆さんよく知識ベースで使われると思うんですけども、 KEG というのがあります。生命情報システムとして表現と書いてありますけれども、まあ、人が論文を読んでですね、パスウェイ情報とかそういったことに落とし込むということで、これを非常に活用されているかと思うんじゃないかというふうに思います。京都大学のバイオインフォマティクセンターが運営しているものです。でこれらのデータベース構築方法から見ますと、バンク型といいまして、まあ、登録、不特定多数の人が登録するようなそういったタイプのデータベースですね。それが先ほど言ったの DDBJ、DNA の配列のバンク、それから立体構造のバンク、タンパク質立体構造のバンクですね。こういったものは、まあ、例えば論文を出すときに必ずそこに登録しなさいというような義務化をされているということもありまして、ここに皆さんが集めるというものになります。でそれ以外に、まあ、プロジェクト型っていうのは、何らかのプロジェクトで出てきたデータを、まあ、一括して持っているもので、例えば理研のファントムといったデータベースがありますけど、そういったものがこれにプロジェクト型に当たります。あとは、まあ、プログラム型いろいろありますけど、先ほど言った KEG ですね。 KEG は、まあ、知識モデル型といいまして、まあ、ある意味はこう読み物になっているパブメドとかに出ている論文とかですね、そういったものを、まあ特定のスキルのある、まあ、知識のある人間が読んで、それを構造化データにするということで、皆さんが検索したりすることができるようになっている、そういったものになります。あと よく使われているかと思うんですけど、 OIM というのがあります。これももうちょっとやはりきちんと人間が読んで分かるような形に、まあ、構造化もしてあるし、テキストとしても読めるというようなもの、こういったものがデータベースの分類としてはあるかと思います。でバンク型データベースなんですけれども、先ほど言った DDBJ ですね、こういったものでは、解読されたその塩基配列とか立体構造を、まあ、査定して受け入れて、ちゃんとしたものかということを確認しながら受け入れ、それからデータベースに蓄積して公開して共有する。でその際にアクセッションナンバーを付与するということをやってますので、これがまあ研究者の人たちに必要なので、一応皆さんここに入れるという形になっています。で、まあ、リポジトリの登録が求められるようになっているので、ここに皆さん集められるし、まあ、論文に出ているものは必ずここにあるはずだということで、皆さんが第三者の人が確認して使うことができるようになっているわけです。でもう皆さんこれはご存知のことなんですけども、データを共有することの意義としましては、生命科学、あとは地球環境科学とかですね、そういったところではもうデータを共有することが割と、まあ、当たり前のようになっている部分があります。でそれはやはり再現性ですね、いろいろ論文の捏造とかいろいろありましたけども、ちょっとそういったことがちゃんとないように、第三者が確認できるように、再現性透明性とかいうことができるっていうことが一応大前提ですし、それから、新しい観点からの解析なんかをこう進められるということで、再利用のためのそういった目的も中にはあるかと思います。で特に大量データをマイニングするというのには、従来の手法ではなくて新しい技術、先ほど言ったような情報学とか統計学とか、計算機科学の技術者が入り込むっていうことも必要になってきますので、そういった面でも再利用できるような形で皆さんと共有するということが非常に重要。それから、欧米なんかでは、まずその公共のプロジェクトでデータを作るときっていうのは、そこでまず一回税金が投入されているので、そこで出てきたデータ、まあ、ある意味誰が使っても、まあ NGS の機械とか使えば、まあ出てくるようなデータですね、そういったものは、まあ研究者の個人 そのアイデアとかそういうのが入っているものではないようなもの、そういうのはもう基本的にみんなそういった形で得られたものはもうみんな共有すべきだというような考え方もありますので、まあ、公的資金を投じたデータは全て市民のものということで、第三者が使えるように共有していこうという考え方に今進んでいます。でそれは、サミットの、サミット関連 その G8 っていう科学大臣会合、まあ、数がいろいろ変わったり G7 になったりいろいろするんですけれども、科学技術大臣会合というところでもその問題を取り上げられていて、もともと論文のオープンアクセスっていうのが、まあ、しばらく前から言われて始まってたんですけれども、それに加えて最近は研究データをオープンにしましょうということがもう2013年頃から言われて、まあ、今でも一応この流れでもっていろんな政策がされているということで、日本の中でも総合科学技術会議イノベーション会議
というところで、まあ、この国際動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会というのをやったりですね、それをまたさらに推進するための検討会をやったりということで、まあ、日本の中では特にやっぱり最近イノベーションにつなげるということが重要視されているので、まあ、イノベーションにつながることを目指したサイエンスのことをこうやってオープンサイエンスと呼ぶというふうに定義づけて推進をしているところです。さて、それでは GST はじゃあそういった中でどういうことをやってるかということをちょっとご紹介したいと思いますが、今日お配りしているパンフレットの裏のところにも流れ的な今までその統合データベースというこの全般的なこの活動をですね、どういうふうに進めてきたかということをご紹介している部分がございますので、後でご興味のある方は読んでいただければと思いますが、私たちのセンター2011年の4月に設立されたものですが、その前にもいろんな流れもあります。 GST の中でも違うセンターの名前で、まあ、こういった動きを推進してきたという流れから2011年にこの NBDC というセンターは設立されております。で、GST 科学技術振興機構なんですけれども、まあ、一応中長期目標というのを一応立てていて、それの中にもいくつかこういうふうに大きな項目がありますが、その2番目の地の創造と経済社会的価値への転換ということでですね、まあ、GST はもう科学技術全般のことをやってるので、特にライフサイエンスとかそれに特化したものということではないんですが、一応そこの中にも一つ項目を立ててもらっててですね、ライフサイエンスデータベース統合の推進ということで、まあ、ライフサイエンス研究の成果ということをオープンサイエンスの動向を踏まえて皆さんで共有するようなそういった仕組みを作りをすると、そういった情報基盤を作るというところが私たちのミッションのベースになっています。で、バイオサイエンスデータベースセンターは、まあ、GST の中の一つのセンターで2011年4月に設立されましたが、やってることはですね、まあ、基本的にもう生命科学分野のデータベースを使いやすくするということです。それまでは、まあ、いろんなプロジェクトで起きてきた作られてきたデータベースっていうのがウェブでそれぞれは公開されてるんだけど、どこにどんなものがあるかよくわからないとか、いろんな問題点が多くありましたので、まあ、生命学分野のデータベースをとにかく使いやすくして、皆さんが今までの研究成果をまずその上に立って何かさらに研究を進められるように、まずそこを整理しましょうということが私たちのセンターのミッションになっております。で、まあ、データベースをいろいろ充実させたりですね、それからまずもちろんデータを公開していくというようなこともありますし、それから今インターネット上でもどんどんデータが公開されていることもありますので、国際的ないろんなセンターと同じような形でデータの公開を進めていかないと、皆さんがいろんなところに行った時に、まあ、使い勝手が悪いということもありますので、国際連携なんかも非常に重要視しながら進めているところです。で、これからちょっとこの基盤技術開発というところとファンディングプログラムというところについて次のページでご紹介しているんですけれども、私たちのところですね、ファンディングプログラムっていうのは、まあ、生命科学いろんな、対象とする生物種とか、それから対象とする手法ですね、解析する手法、それなんかもいろいろ違って出てくるデータの種類なんかもいろいろ違うので、私たちのセンターだけでもう生命科学の分野全部を網羅してもういろんなデータベース作りますってことはとても無理なことなので、それぞれの分野の先生方にまずそこの分野でまとめてください。例えば植物ですね、それから人のミックスデータとかですね、あとはメタボロームとかプロテオームとか、そういった感じで、いろんな先生方に一緒になってデータを統合していただくということをやっています。で、そうやって集めてきたデータも、まあ、皆さんにまた使いやすい形で提供するんですけれども、それを、まあ、こういった、まあ、この状態だと、まあ、バラバラな情報なわけで、でこの状態からさらに、それが、まあ、あたかも一つのデータベースのようにそれをなんか横断的にこう駆使して使えるようにするための基盤的な技術開発っていうのを DBCLS ライフサイエンス統合データベースセンターでやると、こういった形をとっています。で、NCBI みたいなところはそこ行けばそこで全部何でも検索できて、あそこが全部データを持ってるというような強大なサーバーパワーを持ったセンターなんですけれども、私たちのところそんなことちょっとなかなかできないので、やはりそれぞれの個別のデータは先生方のところでしっかりと保持していただくということをベースにして、それからそれをバーチャルに、一つのデータベースのように使えるような技術開発をしていこうという形で、まあ、呼び方としては中央集権型データベースに対抗するというか相反するような形として、連邦型統合データベースと呼びながら、こういった形で、あたかも一つのデータベース、大きな一つのデータベースを利用できるような環境、そういうのを作っていこうというふうにしているわけです。で、ここからはまあ、そういった形でいろいろ集めてきたデータ、その今のファンディングプログラムだけじゃなくても一般的に皆さんが個別に使われているデータベースなんかいくつもありますので、そういったものを含めて、データを、まあ
一般的にこう検索するとかそういったサービスを今からちょっとご紹介をしていきたいと思います。でこういったあのプロジェクト、まあ、私のところももともとプロジェクトで始まっているようなあの活動なんですけれども、その、始める前にですね、まあ、調査研究というようなものがありまして、それで、調べた、まあ、生命科学分野のデータベースに対する要望としてまとめると、まあ、大きくこの3つかなということでまとめられました。で先ほども言いましたようにいろんなプロジェクトで立てたデータベース、そういったものが散在している状況、それから、どんなものなのかということがよくわからない状況ということもありましたので、まずはどんなデータベースがどこにあるのかということをあのまずきちんと把握できるようにしましょうということで、私たちとこのデータベースのカタログを作っています。でそれから、まあ、データベースこんなものがあるよと分かったときに皆さん結局そこ一個一個行って調べなきゃいけないのかという、そういう状況がまだ改善されておりませんので、だったら複数のデータベースをこう横断的に一括で検索できないかというような要望ですね。で、まあ、データベースごとに訪れて検索するのは手間だし、それからいろんなデータが一括検索できれば非常にいいのになということで、データベースの一括検索の要望も非常に大きかったということです。でそれからさらには、まあ、自分で今度データを自由に計算するできるような環境をお持ちの方はですね、まあ、データセットそのものを取得できないかということで、まあ、インターフェースにとらわれて一個一個探しに行くということではなくて、まあ、データセットを一括して、まあ、統計的な処理をしたりとか自分のデータと一緒になって計算したりとか、そういったこともありましたので、データの一括ダウンロード、こういったことの要望が非常に大きかったということです。でそれからさらにちょっと問題点としていくつかある、また上がってきたことがあります。それはですね、まず公開されているデータにその求められるデータがちゃんとあるのかということで、一つにはその時、まあ、公的プロジェクトの効果成果というのは必ず、まあ、基本的には公開することというのはなってたんですけれども、それでも、ね、非公開のままなんかもう年月経っちゃって、どこに成果って言っちゃったんだっけみたいな状況が非常にあったということで、これはちょっと私たち の努力だけではどうしようもないところなんですけども、ちょっとなんとかしようというところがですね、いろんなルールを作っていただいて、まあ、公的な研究であればちゃんとこういうところに収めなさいとかですね、そういったことをちゃんと徐々にルール立てていただいている、今、まあ、現在進行形な状況ですけれども、そういう帰宅を義務付けるようなことをやっていただけている状況です。それから今度はどのようなデータが中に入っているのかというのが分からない、まあ、多種多様なデータ、いろんな研究手法がありますので、多種多様なデータだったりしますし、それからデータ項目の説明がバラバラだったりなかったり、まあ、分野ごとに違うということもありますので、まあ、データフォーマットを標準化するということと、それからデータの説明、これメタデータと呼びますけれども、データの説明についてもなるべく標準化して同じような言葉を使うとか、まあ、こういう分野だったらこういう言葉を使いましょうとか、そういったことも含めて揃えていくというようなことをやっています。であとはですね、どのように使ってよいのかということで、これ後で使った後でですね、それを例えば公表するとかですね、あとは例えばコマーシャルの、商用利用は可能かとかですね、そういったところ非常に問題だし、そもそも書いてないのでどうやって使っていいかよくわからない、データはあってなんか使えそうなんだけど、これ使った成果どうしたらいいのかということもありましたので、まあ、利用条件をこうやって標準化していただくとか、それをちゃんと明示していただくということで、データベースっていうのの権利っていうのが何かっていうことは非常にこれは結構なんていうか法律上に結構議論があるところらしいんですけれども、私たちのところではまあデータを作成した人に著作権があるというような考え方で、その著作権をちゃんと表示してもらって、どういう権利を主張したいのかをちゃんと表示してもらうということを進めています。でそのために使っているライセンスっていうのはクリエイティブコモンズっていうのがあるんですけれども、これはもともと絵とか映像とかそういったものにつける、まあ、本当に著作権のためのライセンスです。で再利用と共有を促進するための仕組みで、普通著作権というと著作者 の権利がすごい強いっていうのが著作権法の中で決められていることなんですけれども、最近はこのクリエイティブコモンズの考え方がだんだんこういろんな分野で浸透してきまして、例えば表示をすれば使ってもいいよとかですね、あとは、まあ、ちょっと残念ながら営利団体で使ってもらっては困りますというような意思表示ですね。あとは、元々のデータベースのまままたさらに公開するんだったらいいんだけれども改変してもらっては困りますとか、あとは、元につけていた条件をそのまま継承してくださいねっていうシェアライク、まあ、これがついてると元の条件でまた公開してねっていうことでどんどん公開の輪がつながるような形なんですけれども、こういった4つの条件を組み合わせることで、クリエイティブコモンズの中では一応この6つのライセンス形態を作っています。
で、まあ、一番ガチガチにきついのはもう変えてもダメだし、著作あの表示もしてもらわないといけないし、営利団体はダメみたいな非常に難しいのからですね、まあ、表示さえすればいいよっていうような感じのものですね。こういったものがありますが、さらにパブリックドメインといいまして、もうあのこれについて私は何の権利も主張しませんとあえて言うというような、こういうラベルの付け方も一つ、特にこれは、科学の世界で使われている、こういったクリエイティブコモンズの、まあ、派生したようなあのライセンスですけれども、こういったものがありまして、私たちのセンターの中では一応ここからですね、この3つを推奨して、まあ、私たちの公開するデータにもつけたり、それからお預かりするようなデータにもこういうのをつけてくださいということをお願いしています。ですので、まあ、クレジットをちゃんと表示するっていうものが一つと、それから、クレジットを表示してまたそれを使った二次的なデータベースがあったらもう一回同じような条件で公開してくださいので、このシェアライク、バイシェアライクですね、この、2つのライセンスに加えて、まあ、一つもう一つはもうパブリックドメインで、もう私たち何の権利も主張しませんというような、意思表示をするというやり方で、まあ、利用度が中程度から高いものという形でこの辺のライセンスを使って、データベースの循環を良くするということを目指しております。じゃあ、次に、じゃあ具体的なサービスについてご紹介します。で、本当はここでハンズオンやったりするんですが、今回はちょっと座学なので説明だけになりますが、一応ですね、この今のホームページがこんな形になっておりまして、今からご紹介する3つのサービス、主な3つのサービスはここにあります。カタログ、一括検索、それからダウンロードですね。で、この辺がなんか分野ごとのデータベース統合のものになってまして、先ほどご紹介したファンディングプログラムでのいろんな分野の先生方がまとめたもののリンクですとか、あとは私たちの中でちょっとやってる人関係の、これも後でちょっとご紹介しますけれども、で、ごちゃごちゃごちゃっといっぱいあってなんだかわけわかんないんですが、このウェブサイトに行っていただいて、ここにマウスオーバーするとですね、一行のこう説明がバーッと出ますので、ああこんなもんかっていう感じでちょっと見ていただけると、なんかちょっとこう説明のところで引っかかるものがあれば中も見ていただけると嬉しいかなというふうに思います。ちょっとたくさんあるのでね、なかなかちょっととっつきにくいかと思うんですけど、ぜひ一回ウェブサイトをご覧いただければと思います。で、まずじゃあカタログご紹介していきます。インテグバイオデータベースカタログといいまして、先ほど言ったように、その どんなデータベースがどこにあるのかを調べるものなんですけれども、多分おととい現在ぐらいで1686件のデータが登録され、データベースとして登録されていて、それからそれの中の国内のものが1100件以上あります。で、まあ、データベース名はもちろんのこと、どこにアクセスするあの URL ですとか、あとどこの機関が作りましたとか、あとは対象としている生物とかで、ちゃんとそのウェブサイトを見に行ってですね、どんなものかなということを私たちの方で説明をきちんとつけているので、そういったところでキーワード検索できしていただけるようになってますので、それを見ていただければ、まあ、データベースの概要わかるかなと。実際なんかウェブサイトね、こうデータベースありそうだって言って探しに行っても、意外とそれなんだか実際にサイト行くとよくわかんないことがあるんで、ぜひこういうところを見ていただいて、まず把握していってからご覧いただければいいかなと思うんですが、まあ、入り口がこういったところになりまして、で、インターフェースこんな感じです。データベースの一覧がバーッと出てまして、この辺でこう検索ボックス、キーワードボックスとかですね、あとはこの辺動物とかこうプラスになってますけど、これプラスペチッとすると人とかマウスとかだーっていうふうに出るような形で、その中から絞り込んでいただくっていうことができるようになっています。で、今この実際に画面としてはこのウイルスってところをちょっとハイライトだっていうか囲ってるんですけど、じゃあウイルスっていうのをチェックするとどうなるかっていうと、まあ、こんな感じになりますね。なるので、まあ、ウイルスに関するところがザーッと出てくると。一応順番も変えられますけど、基本的には新しく登録されたものが上、リニューアルも含めて新しく登録されたものが上ということになっています。で、元の条件に戻したいときにはこれを、もう一回ピチッと押していただいて、で、例えば次はここに主要って入れたときはどんな感じに出てくるかなというのが、検索例がこんな感じになっています。で、この中で多分一番上に出てるやつなんですけれども、次のページの資料ですね、インテグバイオデータベースカタログの使い方2というところを見ていただくと、まあ、今の、一番トップに出てくる ICGC データポータル、多分ご覧になっている方多いかと思うんですけども、こういったものがありますよということで、一応一つのエントリーを抜き出してみました。それでこの中でここサムネイルっていうんですけど、このなんかウェブサイト この縮小版みたいなやつ、それとそれからこのタイトルですね、このタイトルをクリックしていただくとオリジナルサイトへのリンクが貼られてまして、まあ
まあ、中を直接見てみようという方はこちらを見ていただければいいんですけど、先ほど言ったその説明の内容ですね、今ここにちょっとあの触りが出てますけれども、これの説明の内容はこの詳細というところを押していただくとこんな形で出てきます。なのでこのちょっとちっちゃくて申し訳ないんですけど、この説明ってところにこの書いてある文章ですね、これが私たちがこのサイトを見に行ってどういうところです、どういうサイトですっていうようなことをまとめて書いたところになるので、ここを読んでいただければ、まあ、ICGC データポータルもご存知の方多いと思うんですけど、なんか初めて出てきたようなデータベースだったらば、そういうところを見ていただければいいんじゃないかなというふうに思います。でこれちょっと拡大したものなんで、あのこんな感じの20項目についてそれぞれのデータベースについて、まあ、できる限り頑張って集めて、あの情報を集めて皆さんにご提供しているといったものになります。であとはこのデータ自体もダウンロードできたりして、あの自分でなんかこう別のインターフェース作りたいっていう人もいるかなということで、一応ダウンロードもできるようになっているというご紹介が次にありまして、でその次からがそのまあ一応ハンズオンでやるような実習なので、これは後でお試しいただければと思います。はい、基本的にはこちらの絞り込み機能っていうのをいろいろ使っていただくと、まあ日本でできたデータベースであとか、あとは稼働中かどうかというようなことが分かるということになっています。特にあのデータベースのところいくつかこう調べていただくと分かるんですけど、14日以上休止中とか出たりするんですね。これ毎日私たち見に行ってまして、その日その日にやってたかということをちゃんと確認して、そのサイトが稼働してたかどうかを確認してます。なので検索してあの Google とかで検索するとなんか行くとノットファウンドとか出るとき時々あると思うんですけど、ああいうことがないように一応あの毎日見てますので、そういった情報もここのサムネイルのところに出るようになっていますので、ご参考までにお知らせします。さてでは次に2番目の横断検索についてお話ししたいと思うんですけれども、横断検索は、先ほど1700件近くのデータベースの情報を集めたカタログだというふうに前のご紹介しましたが、今回はこちらはですね652件のデータベースを対象として、まあ、それぞれ一個一個検索するのを一発でやるというようなもので、日英の辞書がかませてあるので、まあ、ライフサイエンスに特化したような日英の辞書なので、あの日本語で入れても英語で入れても両方引っかかるというような形になっています。でいろんな絞り込みの方法とかもあるんですけれども、私たちはこれをご紹介するときに、まあ、生命科学の Google 検索ですって言うんですね。そうするとじゃあ Google 検索でいいじゃないって言われるんですけれども、まあ、Google 検索とは大きく違うのは、まあ、想像が固くないと思うんですけれども、まあ、Google でマウスって検索すると、まあ、生命科学のデータを欲しいのは当然こっちのマウスネズミちゃんの方なんですけども、出てくるのはトップは当然皆さんが一般的に検索するマウスが出てくるわけですね。でそれもありますし、あと、生命科学のデータベースって、まあ、データベース一般的にこういったいろんな階層構造になっていて、詳しい情報はもう下の方に出てくるようになってるんですけれども、まあ、一般的なこういうあの検索エンジンというのはですね、この表層ウェブといって本当一番上のまあ目次情報のところですね、こういったところしか検索できないことはもう大体です。なので私たちこの検索のエンジンを作る時の対象のデータとしてはなるべく深いところまで検索できるようにしようということをやってますので、そういった意味でもまああの深さが違うということですね。なので、まあ、意図したものがちゃんと出てくるかということと、それから網羅性をなるべく高めるというような努力をしてこのデータベース横断検索をやってますので、まあ、生命科学の情報に特化したものだというふうに思っています。で対象としては、まあ、キーワード検索なんで基本的には文献系が多いです。文献そのものですとか、あと学会用紙、それから特許関連の文書ですね。それからまあ私たちのもともとの統合データベースプロジェクトなんかで出てきたいろんな情報とかアーカイブっていう、あのちょうど紹介するそのデータを格納するようなそういったサービスですとか、あと統合テレビっていうのもありますけれども、こういったものに対して検索がかかったり、あとはまあこういったゲノムとかそういったまあ実験のデータですね、そういったものについてはまあテキストで情報がちゃんと書いてあればそこを検索していくということで、こういったものも一緒にかかるようにしています。で横断検索の入り口はやっぱポータルサイトの左上の割とアクセスしやすいところにありますのでご覧いただければと思うんですが、ここもういきなりその Google 検索チックなその窓があって、ここに入れていただいてもいいですし、それからこんな感じにそこの実際のインターフェースに行くと、まあ
でも基本的にボックスは一つなんで、ここのところに入れていただくという、本当に Google のような検索の仕方、それから、2つ言葉を入れるとか、そういったことも基本的に同じようなやり方で動きます。はい、それで、その他にはアドバンス検索といって、いろんなその情報の入力するエリアをですね、区切って、例えば更新時期がいつからの以降のものにしたいとかですね、それから、対象のデータベース、いろんなものが中に入ってるんですけど、文章の方はいらないから分子系の方だけ検索したいとか、そういうのを選んだりとか、そういったことができるように、そのアドバンス版というのもあります。でこれはもう本当にGoogle のようにこうやって一つ一つの数が出てきて、それからそれの触りの部分がちょろっと見えてみたいな感じなので、これの使い方自体はそんなに皆さん普通に検索を やられているのと同じような感覚でやっていただければいいんですけども、ちょっと違うのは先ほども言いました、いろんな対象のデータベースがあったりしますので、その全ての検索結果が出ているところのこのバーのところですね、このバーのところの機能がいろいろ絞り込んだりできるようになっています。なので、こう絞り込みながら自分で例えばじゃあ検索したキーワードに対して、ゲノムに関するそういった情報を知りたいんだということであれば、ゲノムのところをどんどん開けていくというような形で絞り込みをしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。あとはこちら側に思想ラスといっていろんな関連語句とかもできますので、そういった芋づる式の検索、いろんなことができるというようなことをそこでご紹介をしています。これはですね、一番最初の、ごめんなさい、ちょっと戻りますが、一番最初のこの横断検索のインターフェースの一番最初にこのデータベースを選ぶか、ヒット件数で選ぶかみたいな、こうポチポチのラジオボタンがあるんですけれども、もうこのデータベースを選んでいただければ、先ほどみたいな Google の本当検索みたいな感じで、いきなり検索結果の個別のエントリーが全部出てきますけれども、まずヒット件数だけ見たい、だいたいどのぐらい件数あるのか知りたいという時にはこっちを使っていただくというようなものです。でこれもヒット件数全部出てきたらちょっと多すぎるから、4000、5000とか出てるのちょっと多すぎるから、じゃあこの中どんどん絞り込んでいこうかみたいなことができるようになっているという、この機能をご紹介しているようなスライドになります。はい、でこれも横断検索も実際にやっていただくとどんな感じかなと、あとスピードとかも分かっていただけると思うので、ぜひ後でお試しいただければいいと思います。インスリンと検索するとかいろんなそこに書いてありますけども、ご自由にご自分の研究対象となさっているようなものとかでいろいろ検索をしていただければと思います。はい、それから実習の内容がその後ろに書いてありますけれども、これを見ながらでも結構ですし、これとなぞらえて同じような形で応用してやっていただければというふうに思います。あとはモバイルもあるということなので、PC を持っていけないところであれば自分の iPhone とかでやるとか、そういうことができるというご紹介がこのスライドになります。はい、でじゃあ最後の、3つ目のこのデータ一括ダウンロードなんですけれども、これはですね生命科学系データベースアーカイブといいまして、その中に一括にダウンロードして使っていただけるデータがいろいろ格納されておりますので、収録データベース数が142件と、ちょっとあんまり数的には多くはないんですけれども、やはり日本のいろんな研究プロジェクトで出てきたデータですね、それをデータセットとしてお預かりするということで、そのやっぱりやっていていただいてた PI の先生なんかと交渉をして預かるというようなことをやってますので、ここに入っているのは基本的に日本のプロジェクトの成果のデータになります。で対象としてはこんなようなものがありますというのが次あります。今ちょっと数的には全部アップデートできてないんですが、対象としてはゲノムの情報ですとか、それからタンパク質の情報、バイオリソース、ただやはり生命科学全般にかけ全般を対象としてますので、人に限ったところだけではないんですけれども、中には、その後の方のページでちょっとご紹介をしているようにですね、医薬基盤検査、当時医薬基盤検査と言ってましたけれども、厚生労働省関係の研究所でやった毒性のデータベースですね、毒性に対する細胞の反応とかのデータベースなんかもありますので、もしかしたらちょっとご興味のある方もいるかもしれないと思いますので、その後の、実習のところですね、ぜひ後で一回見ていただければと思います。でこれもちょっとなぞっていきたいと思うんですが、
オープン TJ ゲートというのがそのデータベースの名前です。でそれの病理情報の中から肝細胞肥大を探すっていうそういう画像を最終的にダウンロードするというような実習を組んでおります。なのでこれちょっと後でもしご興味のある方は見ていただければなというふうには思います。まあ、こちらもちょっと戻りますけど、まあ、いろんな検索の仕方がありますので、まあ、これも基本はキーワード検索なので、今ご紹介したような3つのサービスっていうのは、まあ、一般的にどんな情報がどこにあってそれをどういうふうに使うかというところを、まあ、見つけに行くということが主な機能だということをご理解いただければいいと思います。さてじゃあちょっとすいませんまた行きつ戻りつして申し訳ないんですけど、あとは今度はちょっと人に関するデータベースを次にご紹介をしたいと思います。何ページかな、70ページ以降になりますけれども、まあ、人に関するデータ関連のサービスとかツールとか、まあ、このあたりが多分一番がんセンターさんとしては結構興味があるところかなと思うのでちょっと詳しくご紹介をしていきたいと思います。NBDC の人データベース、それと統合バーという今2つのサービスがありまして、入り口はやはりポータルサイトの割と左上に近いところ、こんなところにあります。それで、まず NBDC の人データベースなんですけれども、実は私これの立ち上げからずっと関わってきたので、まあ、ちょっとある意味思い入れがあるところなんですけれども、人に関するあらゆるデータをお預かりするというようなことが基本的なミッションです。それで、今そのトップページをここにちょっと今上の方の部分だけご紹介してるんですけれども、今はまだですねそんなにめちゃめちゃ数がいっぱいあるわけではないので、今のところだーっとこの下にずっとデータの表がずるずると並んでいるという状態です。で一応検索もできるようにはなってますし、それから、CSV ってExcel 表とかで見られるようにダウンロードもできるようになってますんで、この表全体がですね、なのでそういうやり方で自分でこううまく検索するというようなこともしていただけるようになっています。全体でまあ100件弱 の, データが今のところあります。ちょっとこの区別については後でまたご紹介をしたいと思います。でこれの特徴、この人データベースの特徴なんですけれども、やっぱり人データベースなので一応倫理的な配慮が必要ということで、研究そのものの臨時審査は皆さんが所属するところでやっていただくということなんですけれども、データを提供していただくときもそのデータをこういう公的なデータベースに入れていいかということの審査ですね、それをちゃんとやっておいていただくってこと、それからここにあるデータを使いたいよっていう時にもですね、やはり一応それを審査していただく、倫理審査をかけていただくってことをやっていただくんですけれども、なんですけれども提供 誰から提供を受けるかとか、誰に使っていただくかってその辺の審査、それはまあ倫理審査とはまた別の審査ですけれども、その審査は NBDC が実施します。なので一旦ここにデータを提供していただいたときには、まあ、NBDC がやる審査の基準というのに対してご理解をいただいて、NBDC の方でその面倒くさい手続きはやりますよということが、まあ、提供者に対してのメリットだし、まあ、利用者も一時提供者の方にコンタクトして共同研究結んでとかそういうことをしなくてよいというようなところで、まあ、一応割と簡便にデータを預けていただいて、それから利用していただくということができるような仕組みになっています。で、論文発表に必要な ID を発行します。なので昨今はそのデータを使った論文を書かれるときに、やっぱり人のデータであってもどこか公的なところに入れなさいということが言われてますので、そういうに必要な ID を発行することができますので、そういう意味で、データ提供が徐々に増えているというところもあります。はい、で先ほど言ったデータの区分なんですけれども、まあ、非制限公開データ、もう従来オープンと呼んでたんですけど、なんかオープンサイエンスと言葉がごっちゃになるので今ちょっと非制限公開とちょっとなんかちょっといかめしい言葉になってますけど、こちらのデータはですね基本的には統計値とかですね頻度情報になっているものとか、あとは、まあ、特定の個人由来ではないような細胞とかを解析したような、資料の解析結果とかですねになります。でとは言いましても、例えばヒーラ細胞ってあると思うんですけど、ヒーラ細胞っていうのはちょっとしばらく前にですね、そのヒーラさんのヘレンさんですよね、ヘレンさんの子孫の方がですねちょっとやっぱりその個人が逆に
これは私 の, その祖先のものであるからということで、ちょっと NCBI の方から公開をやめてくれとか、まあ、公開をするときにはそのファミリーにちゃんと打診をしてくれとか、ちょっとルールがいろいろ出てきて、もうヒーラーサーボーって本当皆さん結構使ってるんですけどね、でもそれでもやっぱりちょっとそういうことも若干あったりはしますので、あのまあ細胞の由来が本当にあの本当に匿名化されていて誰にもわからないものかということとかはちょっと判断が結構難しい部分もあるんですけども、基本私たちの一応データベースの中の定義では、まあ特定の個人由来でないそういったものであれば一応こっちの非制限公開にするということになっております。でじゃあその型や制限公開はどういうものかといいますと、まあ、基本的に個人ごとの情報ですね。 NGS の解析も1人分のデータ、それから何十人と集まっていても一人一人に分かれていればそれは個人ごとの情報になりますので、そういったものは制限公開データということで、こちらの方には、その利用に際しての審査が必要で、提供するときはこちらも、まあ、こういったものであるかどうかの確認とかですねありますので、こちらもこちらも提供いただくときには私どものところで審査をさせていただいております。でただしあの特に提供の際ですけれども、あの論文公開するまでちょっと待ってくれないというようなあの条件もあります。そういうのもあの私たちの方で受け付けますので、まあ、論文が公開されてそれでやはりそのエビデンスとしてどっかに置いてあるってことが必要という状況になった時にやはり公開をしていただくということで、公開を待っているデータも中には実はかなりあります。ただでどうしても必要なのは、まあ、各プロジェクト実施機関ですでに解析するときに1回匿名化はされていると思うんですね。なんですけれども、またさらに私たちのところでもう1回匿名化というか、あの、まあ、付番していただくとかそういうことをやっていただくと、一応、一番最初の、まあ、本当にあのどこか の, その、研究参加者の方の個人の情報から2段階あの匿名化されているということをお願いをして、それで私たちのところでお預かりするということをしています。でちょっとややこしいんですけれども、まああのNVDC の中では一応外部の先生方を入れたようなそういったデータを共有する分科会というのを作っていて、でそこでこういったあのどういったルールでその人データベースを回していくかというのことをいろいろ決めてます。であの利用者の方に守っていただくようなあのガイドラインとかもここで決めているわけなんですが、でそれとは別の人データ審査委員会というのを作っていて、それからその提供していただく時のデータとかですね、それから利用していただく時 の, あ の, その利用の申請とかですね、そういったものをこの委員会で受け付けて、それで承認をするということをやっています。まあ、提供していただくときには、あの最終的にはあの先ほどちょっと一番初めの方に出てきた DDBJ ですね。あれの中に一つもっともっとセキュリティのレベルを上げた JGA ってデータベースがあるんですけども、そこに格納していただくということにしていますし、利用者の方はまあそちらにアクセスしてデータを使っていただくということで、NVDC 側は実はその、この、承認その手続きをあのフロントでやってまして、実際のデータは DDBJ のところで預かっていただいて、セキュアな環境であの保持していただいているというような仕組みで回しています。でもしあのあなんかこう人の論文書くんだけどあのデータを預けなきゃいけないなというふうにちょっと思われた方はですね、ぜひあのウェブサイトに行っていただいて、データの利用っていうこの上の方のタブのところにデータの利用っていうところがありますので、ここを見ていただければあのあごめんなさい、データの提供ですねを見ていただければ、どういった手順で提供するのか、どういった書類が必要なのかと全部書いてあります。ガイドラインというのはその、まあ、こちらもこちらも含めた全部のことが書いてあるので、まずはこちらを見ていただいて、まあ、ガイドライン読んでくださいって一応書いてあるんで、そしたらこのガイドラインを読みに行くとかですね、そういったことをしていただければいい。で逆にあの先ほどのリストを見ていただいてですね、ウェブサイトを見ていただいて、あ私の研究にこのデータがあるとよりあの進むなというふうに思われた時はですね、ぜひあのこのデータの利用というところを読んでいただいて、どのような倫理審査をあのご自分の機関で受けなきゃいけないかということとかもあの一応書いてあります。このデータを利用すると割とその番号とかですね、ちゃんと書いていただいたものを私たちが受け取らないとあのなかなかその番号のものをお出しするということはできませんので、ぜひその手順をあらかじめ見ていただいて、倫理審査を通していただいて申請いただくということでお願いできればと思います。で分からないことがあればあの遠慮なくこの HumanDBS っていうこのちょっと長ったらしいアドレスですけど、ここにあのご相談いただければ、あそれはこうしてくださいとかあのなんかいろいろご相談に乗ることもできますので、ぜひお尋ねをいただければということで、 あまりこう手戻りのないように、皆さんの手間もかけないように、提供利用を進めていただければなというふうに思っています。でその次なんですが、日本人のゲノム多様性統合データベース統合バーというのをご紹介をしたいと思います。
でこれは、先ほどご紹介した NBDC の人データベースの中に預けていただいたデータの中で、まあ、二次的に使ってもいいよというふうな形で私たちの方でちょっと計算をすることをお許しいただいたデータ、それからですね、後に詳しくご紹介しますけど、日本の他のプロジェクトで日本人の頻度データとか公開しているところがありますので、そういったところのデータを使って、さらにその海外のデータベース、やはりそういう頻度情報を公開しているデータベースのところのデータと合わせて、検索できるようにしていることで、まあ、日本と海外の比較とかできたりですね、あとは皆さんそういう多様性の情報を何かの検査とかで得られたときに必ずクリンバーとか見に行くと思うんですけど、そのクリンバーの情報も一緒に今検索できるというようなことにしているような、そういったサービス、まだ生まれて半年なので今発展途上なんです。それはなのでぜひこれもちょっとみんな皆さんでこう使っていただいてですね、これが足りないあれが足りないという意見をぜひぜひいただきたいと私たちは思っているところです。で、そこの次に出てかかっているポイントなんですけども、まあ、ゲノム配列の個人による違い、このバリアントに関するものをさまざまな条件を用いて一括で検索できるようにしようということで、まあ、従来は例えば、これ東北メディカルメガバンク機構で紹介出されている 3.5 系の、まあ東北地方の日本人のデータになりますね。こういったもの、それから京都大学でも HGVD という名前で公開されているものがありますけれども、この主に、まあ注目するバリアントが出た時にやはり日本人の中でどうかなという時に皆さんこれを探しに行かれるということを聞いてますので、まあ、これとこれ、それからさらにはそのブロードインスティテュートはアメリカの研究所ですね、のブロードインスティテュートで出しているアレル頻度を見て、あ、じゃあ日本人とどう違うのかなみたいなことを検索される。でさらにはじゃあこの注目するバリアントが実際どういう意味があるのかということはクリンバーというところに記載があれば、これ今たまたまこの7番染色体のこのあれは2型糖尿病に関連するよという情報がちゃんとあったので、あ、そういうものなんだなということをこう全体を見て理解する。ただいくつもいくつも見に行かなきゃいけない、これが嫌なのでこういう形でまとめましたというようなサービスになります。まあ、ワンストップで検索できるということになっています。で、で統合版の検索の対象データベースなんですけども、先ほどご紹介した NBDC の人データベースですね、この中で、使っていいよと言われたものをなんですが、今、ホールゲノムとかエクソームに関して、あ、これは全エクソームですね、それは125人分です。今まだこれ125人じゃちょっと少ないんじゃないのって確かに思われると思うんですけど、これちょっと最近1000ぐらい の件数が増える、近々増える予定で今ガリガリ計算中なので、そのうちこれが1000人規模になってくるかと思います。でそれから、基地のスニップチップで検索とかしたものですね、それが18万人分あります。これは、主にバイオバンクジャパンさんから出てる情報になりますので、それだと、まあ、スニップ基地のスニップなんでスニップの位置が決まってますから、未知のスニップなんかはあまり出てこないということになりますけれども、それでもこれ非常に役立つ情報だということでこれを入れさせていただいております。から東北メディカルメガバッグは、まあ、3.5K って言ってるのが分かるように3500人ぐらいのそれの全ゲノムなんで、これかなり情報としてはいろんな情報が中に入ってくると。それから、京都大学に関してはこれじゃ全エクソームですね、これは1200人分ということで、こちらは、ご存知のように東北地方のゲノムコホートですし、こちらは、長浜のゲノムコホートになりますが、そういった情報が中に入っています。でブロードインスティテュートの方は、まあ、6万人の全エクソームなんですけれども、で中にアジア人とか日本人も一応若干入っているということなんですが、まあ、大半はコーケージャンなので、まあ、こちら側とこちら側を対比することで、多分日本人とそれ以外みたいな形で検索ができるということですね。それから先ほど言いましたクリンバーですね、これはバリアントが疾患の関連性があるものについては、こちらは専門家が読み込ん文献などを読み込んで本当に疾患との関連性があるかどうかというのを、まあ、段階ごとに、判断基準をつけて、示しているものなので、ここに書いてあるものがあれば非常に情報として割と確からしいものが出てくるかというふうに思います。こういったものが検索対象になっています。でここにちょっと検索例というのはここに一応書いてあるんですけれども、ちょっとだけ私の方で
統合バーの方の検索画面をちょっとご覧に入れようかなというふうに思います。ですね、こんな感じの検索画面です。ちょっと大きいですね、これね。後でまたちょっと皆さんに言ってもらえたらいいんですけれども、基本的には、あらあら、ごめんなさい、どうしたらいいのかな、ここは検索例になっちゃいますね。ちょっとやめますかね、すいません、ちょっとあまりこう二重にするとあまり良くないみたいなので、ちょっと戻ります。検索画面なんですけれども、これここに出てる例はですね、先ほどの7番染色体の検索例です。で、いくつかこういうふうに情報が出てますけれども、この一つ一つのエントリーの見方ですね、見方をちょっとここでご紹介をしたいと思います。先ほどご紹介した NBDC のヒトデータベースの方で、まあ、NGS 全エクソームのデータですね、それと、スニップチップのデータ、それから、東北メディカルメガバンクのデータ、京都大学のデータっていうのがこちら側に出てます。ここにバーが出てますけれども、このバーのところをマウスオーバーすると実際にいくつの数字かっていうのがこんな風に出てくるようになってます。なのでこれをちょっと見ていただければ、そのエグザックのデータと比べると、まあ、頻度的にどのぐらい違うかということで、ジャパニーズとコーケージャンと、まあ、ここの段階でもこれ1つのバーが10倍なので、まあ、2桁違うということがここだけ見ても分かるんですけども、こういった形で見ていただくような表示になっています。でこれはクリーンバーの方がここに表示があるということなので、クリーンバーの方でもちゃんと情報がありますよということがここに分かるようになっています。でここに TGB なんたらかんたらって書いてある番号はあまり見慣れない番号かと思うんですけど、これは私たちの方で、まあ、全部のデータをきちんとこう揃えた形で計算をして頻度情報を出していますので、その中で出てきたバリアントを全部1位に番号をつけていて、まあ、その中そのバリアントに対していろんな情報があるかどうかをいろんなデータベースを見に行ってつけているということなので、ここにはまあ情報があまりないようなものとかそういったものも出てきますが、まあ、あるものであればこういったリッチな感じで情報がいろいろ出てくるということになっています。で、まあ、ポジションはありますし、それからもともと G なものが A になっているとかですね、こういった形で頻度情報、頻度情報から計算したバリアントの情報に対していろんなデータベースを一つ一つ見に行く必要がなくご覧いただけるといったものになっています。はい、それでもう一つのポイントは、先ほどお話ししたように、NBG の人データベースの中ではいろんな研究プロジェクトからデータをお預かりしています。で中にはもちろんその研究対象なんで、あまりその、健常人のコホートのデータっていうのはそんなに数としてはもちろん多くなくて、いろんな疾患の情報ですね、それからまあ疾患の対象群となるものは、まあ、一応基本的にその健常人の方だったりはしますけれども、こういった感じでまあ疾患だけの情報も入ってきたりとかですね、いろんなものがあります。でこれを 一括で計算をして、統合バーというこのもう一つのサービスに適用して、まあある意味日本人のバリアント その頻度を出すというようなことをやってるわけなので、まあ、これを見てユーザーさんがですね、ああこんな変異の情報がこちら側にもしかしてありそうということがお分かりになった場合は、こちらの方に利用申請をしていただければ、このそれぞれのデータをですね、利用申請をしていただければ、ご自分のところにこちらの生のデータをダウンロードしていただいてお使いいただくということができるということもありますので、まあ、ご自分のデータと比較検討されたいときに、実際にデータを自分の手元で計算に使うことができるというようなことも一つあるということをお話をしておきたいと思います。はい、でじゃあその他のサービスツールということでちょっといくつかご紹介したいんですが、これはデータライフサイエンス統合データベースセンターの方でご紹介をしているものになります。それでちょっとセンター名がいろいろごちゃごちゃあって分かりにくいと思うんで、ちょっとまとめた図を書いてきました。中のライフサイエンス統合データベースセンターに関する1枚チラシのところにちょっと絵が書いてあると思うんですけれども、いくつかちょっとセンター名が出てきたのでちょっと整理しますと、NBDC 今回のご紹介主催している NBDC というのが JST の中にありまして、で
で DBCLS という略称のライフサイエンス統合データベースセンターというところとは共同研究をしてこのライフサイエンス の, そのデータベースを皆さんに使いやすくしようということをやっています。でこちらはそのファンディングをしたりとかいう機能がまあ主なんですけど、こちらはどちらかというとそのバックボーンで基盤的な技術開発をするということがミッションなんですね。で DBCLS っていうのは実は情報システム研究機構というなんかあまりちょっと聞いたことないと思うんですけど、そういった大学共同利用機関法人という中にありまして、で実はその中にこの国立学遺伝学研究所というのはあります。でそこの中に DDBJ センターという先ほどの DNA を預かる DNA を論文に公開するときに DNA 情報を預かるというセンターがあります。でここは米国やそれから欧州とも三極で連携をして世界的なデータシェアリングを行っているところで、まあ、ここにこういったデータが集積はされているので、私たちのところではこの DBCLS のところではここでその集積されているデータをいかに皆さんに使いやすく使ってもらうかみたいな、そういった技術開発もしているということで、ちょっとなんかいっぱいセンター名とかが出てきたんですけど、実はこういうところが DBCLS というところになっています。それで統合テレビっていう、こう人気のサービスがあります。これ統合テレビという名前を聞かれたことある人、ありがとうございます。聞かれたことない人はぜひこの場で覚えていっていただきたいんですけども、詳しくはですね次 の, 講師の多分小野がですね、実はこの今面倒を見ている人間でもありますし、多分詳しく紹介してくれるのであまり私は言いません。ただですねこの今日の講習会の動画も後ほどここからアップされますので、アップされたことをまた皆さんにお知らせのメールとか行くかと思いますので、ぜひここから見ていただければと思います。で本日紹介したようなカタログとかオーダー検査がアーカイブなんかもですね、使い方をここでもう紹介をしています。ぜひこちらもご覧いただければというふうに思います。で一つDBCLS のサービスの中でちょっとこれも、まあ、医学関連ということでご紹介をしたいというものがあるんですけども、パブケースファインダーという名前のものです。でこれはここに URL も書いてあるんで、ぜひまたこれも後で見ていただければと思うんですけども、対象としては希少疾患、難治性疾患のについての情報を何らかの検索でリストアップしてくるというようなものなんですね。それでその入れるものっていうのは患者さんの症状を入力するだけでというふうに書いてあります。で症状を入力するだけでどんな、希少疾患それから難治性疾患がその症状の組み合わせに一番マッチしますかというところを文献からの情報なんかを抜き出して見せるものなんです。で疾患のランキング方法としてちょっと下の方に書いてありますけども、オーファネットとかオーミムとかにあるようなものですね、こういったものとかを活用しています。それから、症例報告なんかの、を検索することもできるということで、これも百聞一見にしかずなので、ぜひご自分でサイトを見に行ってやっていただければと思うんですけども、キーワードを入力するときにその正しいキーワードとなるとなかなか検索できないとかいうことがよくあります。なのでキーワード入力は、何かちょこちょこっと入れていただくと、その候補のものがいろいろこう出てくるようなプルダウンしてそこを選ぶみたいな、そういう形になってますので、ヒューマンフェノタイプオントロジーを使ったそこにあるワードがちゃんとこの選択肢として出てくるということで、こういった入れ方でこう、キーワードを重ねていただくということになってますので、そういう意味でも入力もしやすくなっているかというふうに思います。なのでこれもぜひもしご興味のあるところがあればぜひ見ていただければなというふうに思います。さてDBCL のサービス一覧ページ、 DBCL 実はもういろんな多岐にわたったサービス提供しているので、このサービス一覧ページというのがありますから、この中から例えばカテゴリー別ということで絞り込むことができるようになってます。例えばデータ解析ツールであるとか文献の知識抽出だとか、あるいは中のコンテンツ、さっきの統合テレビなんかはこのコンテンツになりますけれども、あとはセマンティックウェブっていうと、そのウェブ上の情報をどうやって活用するかという、その意味を持った形で活用するかというような、そういったツールですね、そういったものもあります。だからあまりなかなかこう一般のユーザーさんがなかなか使いにくいものかもしれないんですが、あとはユーザーとしてどういう人が想定されるかということをちょっと想定してラベルしてますので、例えばデータベースを利用する人が使うものとかですね、あとは、大規模データを解析したい人が使うものとかですね、こういったものがありますので、こうポチポチして選んでいただいて、どんなサービスあるのかなということをちょっと見ていただければなというふうに思います。はい、で最後
もうあまり時間もないのでこう簡単に言いますけれども、今私たちですね、その基盤技術開発、ライフサイエンス・ウォー・データベースセンターの方では基盤技術開発ということでやってる取り組みのことについて若干ちょっとお話をしたいと思います。皆さんがそのデータ、いろんなデータベースを見つけてきて、まあ、先ほどの横断検索とかそういうのを使ってどんな情報があるかっていうのが分かるっていうのは、それはそれで非常に素晴らしいことなんですけれども、それはなんか結構こう一辺の通り一辺の検索方法になってきますよね。なので私たちのところではなるべく情報をネットワーク全体をネットワーク化して、その中からこう意味のある、何かと何かの関連とかですね、そういったものを究極的には自然言語、喋ってる言葉とかですね、文章とかで検索できるような、そういったものを目指しています。でそれをするためにはですね、データが非常にオープンな形で公開されていることが必要なんですけれども、これはそのなんかオープンネスのなんか5段階みたいなことを、まあインターネットのこの提唱者でティム・バーナーズ・リーさんという人が整理したものなんですけれども、もう一番こうオープンにはされてんだけれどもというような状況が PDF で公開するということですね。これは、まあ、読めるけれども、なかなか計算機で参照するときも、例えば PDF で公開されていると文字抜くのもできないとかいうこともよくあるとお分かりだと思うんですけど、 PDF でやっぱ公開されると非常に使いづらいです。なのでそれをこう段階を上げていって、いろんな計算機で使えるようにするとか、まあ、アプリケーションを依存しないような形で使えるとか、あとはさらにウェブ上で1位になるように、その情報がこれだねって指したら必ずそこに行くとかいうふうに情報を整理するとかですね、あとは情報と情報の関連性を非常に密につけるとか、こういった段階を経てなるべくこちらの情報に近づけようということを今やっています。なので普通にこれまで公開されてきた情報もこの RDF とかこの LOD というような形にどんどんしていきましょうということをやっています。でそのから後にちょっと RDF のデータ構造とかちょっとあまりこう割と専門的なのであまり詳しくは言いませんけども、まあ、簡単に言うとどんな情報もこの三つ組、まあ、SVO みたいな、その英文法でやってましたよね、 SVO みたいな形で整理するということをやってやると、このこことここが重なればこれとこれがつながって、それがつながりがどんどん進んでいくとこういったネットワーク上になるということが想定されるわけで、これを私たちはデータを整理することでこういったものを実現していこうというようなことをやっています。でこの中から、まあ、こことここの関連をこういうルートをたどればわかるよねっていうようなことを、まあ、自然言語を使った問いかけ問い合わせの文章に対してこの答えを返すみたいなことができれば、さまざまな生命現象に関する、情報を、まあ、統合的に利用してそれに対して的確な答えを返すということができてくるんじゃないかということで、今はまだこの RDF データをいろいろ作成するとかそういったところが主な活動ですけれども、そういったことを将来的には目指して進めていくということをやっています。で今すでにもうなんか21データベース、この RDF ポータルっていうのは NBDC の方で整えていただいてデータを格納していただいてるんですけれども、5億トリプルですかの情報があるというようなことになっています。あ、5000万トリプルかですかねということになっています。で最後、これは本当に最後なんですけれども、私たちこのようなデータベースに関する活動をいろいろやっております。でこれは国のお金、それこそ税金でやらせていただいておりますので、私たちのところは皆様からお金をいただくということもありませんし、ユーザー登録してくださいということとかも特にはないんですけれども、かといってですね、じゃあどういうふうに使われているのっていうのを非常にいつも上の方から言われています。なのでもしどんなそのある意味自分で本当はこんな単純な使い方別に報告することないよねって思われるかもしれないんですけど、でもどんな形でもいいので、こんなふうにあなたのこの例えば横断検索使いましたとかですね、カタログこんなふうに使ってますとか、あるいはさっきの統合バーなんかもこんなふうに使いましたというようなことがもしあれば、ぜひぜひこの活用例というリンクが NBDC のウェブサイトにありますので、そこからですね、もう本当どんなことでも結構です、教えていただけると私たち非常にありがたいと思っております。で今日の講習会のアンケートもそうですし、それからこういった形で情報をいただくことが私たちの活動をこれからもう続けていくために本当に必要なことなので、ぜひご協力お願いして私の講習を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。